18日朝5時50分。今、新しいホームから始発の電車が出発しました。大阪東線の始発の電車です。大阪梅北エリアから出発する最初の電車になります。関空特急はるかや特急くろしおが停車できるようになったことで、所要時間がぐっと短縮されました。白浜の方に、はい、旅行で行きます、はい、ものすごく綺麗で、もうびっくりしました。なんか大阪がどんどん発展していくんやなと思って嬉しい気持ちです。世界初のフルスクリーンホームドアや顔パスできる改札など、最先端が至る所に。さらに JR のアプリを利用すると、例えばルクア大阪に行きたいと登録すると、このような玉ねぎのマークが出てきました。これが私専用のマークなんです。このマークを頼りに大阪駅梅北エリアの構内を歩いていますと、見てください、出てきました。あれが私のマークと同じです。御堂筋南口に向かってと書いているので向かいます。そして御堂筋南口、また出てきました。駅改札を出た先にもこのように私への案内表示が出てくれています。まさに未来型の駅、大阪の玄関口として世界の人を迎え入れます。一方、京都と奈良を結ぶ奈良線の六地蔵駅でも利便性がぐっと上がりました。その訳は、どうぞ。これまであったホームが北へおよそ80メートル移動したのです。新しい駅舎は地下鉄の入り口のすぐ近く。駅が近くなったしね、JR の東西線との、だからいいなと思って。移動したメリットは他にも。カーブの途中に設置されていたホームが直線になったことで、ホームと電車との隙間が解消。ホームの幅もおよそ2メートル広がり、安全性が高まりました。さらに奈良線では一部区間での複線化により、すれ違いがスムーズに。18日から京都奈良間の所要時間が最大5分短縮されました。所要時間はやっぱり長、今までは長かったので、短くなるのはすごい嬉しいですね。鉄道ファンならずとも、春のお出かけがぐっと便利に楽しくなりそうです。ご視聴ありがとうございましたケロ。